ブアップ、情けないわね。え、ミド、もうやらないの？年寄りはあかんわ、もう体が動かへんわ。ちゅうわけで、俺は少し休憩させてもらうで。当然ね。
が回らないわね。こんな日差しじゃ日焼けしちゃうでしょ。一応日焼け止めは塗ってるけど、それでもパラソルぐらいは用意するのが男の役目でしょ。
子様は困るわよね。お、みんな揃ってるな。まあまあ、硬いことは後にして。よっと。何って決まってるやん。の海で夜にすることといったら、なんだろう。そうね、恋人たちの語らいとかかしら。その通り。ほな、いっぱい買ってきたからみんな盛大に楽しんでや。ほれほれほれ、これぞ大阪名物パチポチドッカンや。まったく、本当に子供ね。お菓子あげるから向こうに行きなさいよ。火の粉が散ってやけどしたらどうするの。前に花
それじゃ、ひなたちゃん、うん、
合ってるよ。ひなたちゃん、どう？面白くなってきた？そうやで、店に泊まって行ってもええで。そんな、大丈夫ですよ。でもや、美和ちゃんにもしものことがあったら、俺大丈夫ですって。お兄ちゃんもちょっと心配性だよ。シスコンプリね。あら、私は悪いなんて一言も言ってないけど。ミワちゃん、気をつけてね。うん、ひなたちゃん、ありがとね。出なくてもいいのに、わざわざ出てくるなんてね。
それじゃあ私帰るわね。いいわよ。それじゃあね。楽しかったわよ。まあまあそう言いなさんな。トバリにはトバリの事情があるさかいな。さて、ほら帰るか。俺は店に寄るから。途中まで一緒やな、ひなた。ごちそうさま。